はい、どうも皆さん、森吉劇場へようこそ。今日はこちらおゆまるくんとレジンを使ってエフェクトパーツを作っていきたいと思います。まずはですね、80度のお湯に3分間おゆまるくんをつけて柔らかくしていきましょう。柔らかくなったら取り出して成形します。はい、で今回ですね、失敗しました。多分お湯の温度が足りなかったんだと思います。で、キッチンペーパーとかそういったところに、取り出すんですけれども、この時かなり熱くなっているので、やけどなどには十分気をつけて作業をしてください。でレジンはですね、100均のものです。大きいのが330円、小さいのは110円で売っております。UV レジンといって UV ライトで硬化、ライトは100均にも売ってありますが、今回は持っているものを使いました。はい、では3分経ったので取り出していきましょう。熱いのでね、本当に熱いので、やけどには十分気をつけてくださいね。でこれね、本当に失敗でしたね。多分お湯の温度がもう全然足りてなくて、うまく成形できなかったんですよ。でちょっと水気を取って、ものすごく硬かったんですよね。で、こういったスパチュラで、型をつけて溝を掘ってそこに流し込むっていうような作戦だったんですが、もうこれは大失敗です。はい、お湯を沸かし直して再チャレンジをしていきます。今回はね、結構うまくいきましたよ。やってみて思ったのは、そのぐちゃぐちゃにするんじゃなくて、1本長いまんま使うのが、もしかしたら雷のエフェクトには良かったのかもしれません。で今度は成功しました。もう本当に初めてなので、とりあえずもうやるだけやってみます。はい、では次はレジンを型に流して固めていきます。でね、レジンを使うときは換気をして手袋とマスクは必ずした方がいいです。アレルギーになる方もいらっしゃいます。後から気づいたんですけれども、紫のやつが着色料じゃなかったんですよ。もうそのまま使うタイプでした。なので硬化させてるんですけど、最初はね、本当に気づいてなくてダメでしたね。このライトは釣り具店で購入した600円ぐらいのブラックライト、ルアーとかをこう光らせるやつかな。はい、で濃い紫のエフェクトはもうそのまま原液で使っていきます。薄い方は、透明のレジンとこの紫のレジンを半々ぐらいで混ぜて作りました。本当にね、使い方がね、分かんなくてね、結構もう恐る恐るやってます。レジン用のなんかスティックみたいなやつが売ってあったので、それでこう均等に伸ばすようにしてます。おそらく爪楊枝とか竹串でも代用はできるので、家にあるものでうまく使っていただければいいんじゃないでしょうか。はい、では硬化しましょう。このライトはね、多分強力なのかわかんないんですけど、固まるのがね、めっちゃくちゃ早いんですよ。1分ぐらいかな。普通の100均とかに売ってあるライトだと3分ぐらいやらないとダメだったと思うんですよ。で、こんな感じでパーツを作ってみました。はい、濃ゆい雷と薄い紫の雷。濃い方はね、カイドウの雷鳴発揮で、薄い方はヤマトの雷鳴発揮っていうイメージでやってました。で使用するのはホームセンターで購入した 3mm のアクリル棒、130円ぐらいだったと思うんですよね。でこれはね、ワーコレの支柱の代わりにもなりますので、結構持ってると使えると思います。カッターで切り込みを入れればね、簡単に折れるので、大体の長さで切り出していきましょう。そしたらですね、ビニールかシリコンのシートの上で支柱と芯になるパーツをレジンでくっ
つけていきます。だいたいこの作業トータルで1時間以上はかかりました。本当に初めてだったので、まあ、動画はねかなり短くしてます。でちょっと映りが悪いんですけれども、しっかり接着できたので、まあ、裏面と表面しっかりレジンで固めて、これを土台に使います。はい。でワーコレのね台座便利です。これに立ててこの実際にパーツを接着していきましょう。先っちょにレジンを少しつけてライトで、まあ、持ったままライトすれば結構しっかりねくっつくので結構いいですよ。はい、こんな感じで、まあ、これだけでもねもうかなり雰囲気出ますよね。はい、では手前に置く分も作っていきましょう。今回はねまあその雷の部分3タイプ作ってそれ合体させました。本当にびっくりしたのが設計図なくても意外とちゃんとできるなっていう。で土台とパーツをこんな感じでレジンで接着します。で反対側も同じように作って接着をしました。はい、いかがでしょうか。ヤマトとカイドウの雷鳴波形がぶつかり合うエフェクトが完成しました。初めてね扱う素人のおじさんでもなんとかぶつけ本番でやれたので、多分あの皆さんもできると思います。次の動画では効果音とロゴを作成してジオラマケースの完成までいきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。